いらっしゃい。安民文学館へようこそ。このチャンネルでは、青空文庫に入っている近代文学の作品の中から、短い小説や随筆を朗読し、打足のおしゃべりも少し加えて、皆様の安民をお手伝いしたいと存じます。今夜はこんな作品をご用意しました。どうぞごゆっくりお楽しみください。 長谷川しぐれ、旧文日本橋より、西洋のトーナス。青葉の影を柳の虫の呼び声が細く長く粋な節に流れていく。孫太郎虫や赤がえる。ゆっくりとした足取りで影を踏むように汚れのない黒のキャハンとわらじが動く。 小さな引き出し付きの木箱を肩から小脇にかけて、薄藍色の手ぬぐいを吉原かぶりにしている。新道にはまだ肩影があって、内水に地面がしっとりとしている。下田屋のくせに店を持っているうち、そうではなかったのかもしれない。簡酸な店なのだったのかもしれないが、アンポンタンはそのうちの、 二軒の障子がすぐはまっている店口に腰をかけて、まばらに通る雪木の人を眺めていた。そのうちは一軒幅くらいの中庭があったので、引き窓からのような光線が上から投げかけられ、そこに植わった植木だけが青々と光っていて、かえって店の中の方が薄っ暗かった。天井から番傘が吊るしてあるだけを覚えている。 眉毛を取った中土島のおかみさんとその妹だという人と、妹の方の子らしい青い痩せた小さな男のことがいた。学校の行き帰りにそのうちの前を通ると、白い障子を細めに開けて外を覗いているものがあったが、声をかけられたのはその近くだった。はじめはどこのお子さんと聞いたりして、姉妹で私の肩上げをつまんだり、 たもとのふりを揃えてみたりしていたが、だんだんになじんで、向こうでも大っぴらに表の障子を開け広げて、店口に座って私の帰りを待っていてくれるようになった。山吹の枝の芯をうまく長く出してくれて、寝がけにしてくれたのもその人たちだった。ネズミ取り薬を売る岩見銀山は日中か夕方に通った。 コウモリが飛び出して、あっちこっちで長い物干し竿を持ち出して騒ぐ黄昏時に、とぼとぼと汚れた白木綿にネズミの書いてある長い旗を担いで、白いキャハン、スゲガをかぶっていく老人の姿は、妙に陰気臭くて嫌だった。日中でも、いたずら者はいないかな、という声を聞くと、ネズミでなくても、 子供でも首を引っ込めた。このうちの女姉妹は、なんとなく女子供がいじってみたかったと見えて、私の髪を結ばせてくれと言った。うちではあんまり喜ばなかったが、彼女たちは私の短い毛を引っ張って、練り油と色元いでくくりつけるのを喜んだ。私は店先に腰をかけて、足をブランブランさせたり、 片っぽ飛ばした下駄を足探りしたりして首だけじっと据えている。青葉が揉めて風がスッと通って行き薄いほこりが立つと、しんとした正午近くは冷え巻きが来る。苗売りが来る。金魚屋が来る。風鈴屋が来る。屋来る宝月売りが来る。汗ばんできたなと思う頃にはカタカタと音をさせて除細屋が来る。 甘酒売りが来る。蒸し売りが来る。女産屋と甘酒屋だけが真夏になればなるほど日中炎天をおねりで行くが、その他は木陰を選んで二をおろす。ちょうどそのうちの隣が堀越角次郎という動物問屋の荷らの裏になってずっと高い蔵続きの日陰なので、冷え巻き屋はのどかにナタマメギセルを加え、 風鈴屋はチロリンチロリンと、そよ風に客を呼ばせている。そんな時、あたしのおたばこ本が出来上がると、中に赤や青や金色の小さな氷ょか、役者の写真の浮いている水玉のかんざしを、そこの姉妹が買って刺してくれたり、腰にギアマンの氷ょを下げさせたりした。あたしのために大きな冷え巻きの鉢を買って、芝橋をかけさせたり、 白鷺を置かせたり、釣り師の人形を水際に置くために金魚も入れたり、白穂舟を浮かせたりしてくれた。けれど、アンポンタンには親しめないうちだった。店口より上へ上がったことがなかったので、いつの間にか私の妹の人懐こいおまるちゃんが代わりに抱いたり抱えられたりするようになった。そのうちの右隣の古板兵衛が、 村上という漢方医者だった。その隣が滝床。滝床といっても床屋ではない、小さな酒屋だ。店の向かって右手に、石で袖をした中に大きな水桶があって、貧乏どっくりが洗ってあり、正面にモッキリの台が吹き込んであって、真っ白な塩がパイスケに山盛りになって、二つ三つの酒樽と、横に角樽が飾ってある店だ。 赤ら顔の頭の剥げた炊き床は、大通りの大棚を持っている周り神裕いさんだったのだ。だから酒屋さんの店にいるときは透けない。たまに店にいるときは、ずっと店の前の方へ腰掛けを持ち出して、お客に白いキレをかけて残発をしている、その道具が、菊五郎のお箱の梅こそで昔八条の、 神湯神座が持ってくるのとそっくりそのままのを使っている。滝床親方は、ずんぐりした体に、目倉島のややすそみじかな着付けで、ニコニコハサミを使っていたが、お得意なのは、土鉢に植えた青い赤い実のなっているトマトだった。もっともトマトなんて知っているものも少なければ、食べることなどはなおさらだったであろうが、細だけで支えて、 二尺五寸ばかりに伸びたそれは、葉が茂って赤い実が美しく、残髪の客の傍らに置かれてあった。この実のなってるのは何だね西洋のトーナスだってことで。へえ、珍しいもんだが、西洋のトーナスってバカに細かいもんだな。その一軒置いて隣に紙くず屋のおもんちゃんの家があった。 おもんちゃんのうちは表は狭くって、紙くずでいっぱいだったが、まあ、紙くず屋といっても豚屋だったのだ。裏には空き地があって、ヘチマの棚が田舎めかしかった。その後ろに空き瓶の小屋があった。空き地では子供相撲が夏になると催された。おもんちゃんは勘の高い子だったので、 みんなから気違い扱いにされて、ある日、大門通りの四つ角で、いたずら子供たちに取りまかれ、肌脱ぎになって折れた金物を振って悪道を追いかけていた。花井お梅の人情の評判が高かったので、花井お梅、花井お梅と、はやしたてられていた。その隣が小川う。そうして三四軒おいて、おわぐさんのうちであった。 その向かい側で面白いうちをあげれば、角が土蔵から円筒の出ている丸十芋屋の横腹、金物丼や金星の庭口、下手屋伊坂さ,さん、その隣も大丸の下手屋さん、猫婆さんのいた路地口、伊坂さ,さんがちょんまげで、ここの親方をへっついという頭の見本を見せておいてくれた鍛冶屋さん、 表に大きな船板の水槽があって、丸子や竜筋の見事なのがたくさん使用されていた。鍛冶屋の店先にはよくこうした水箱があったが、あれは何のためだろうか。刀鍛事などの流れのスウェットでもいう印なのかどうか。その隣が芝居や講団などにある芝日陰町の古着屋で、 嫁入り着物に乗り付け物を売ったため、嫁御料の返事から、その母親が恨みの呪い、目と書いては、焼け火箸を突き刺していたという、怪談話の本家江島屋の、御家になった娘の住んでいた甲子戸作り。それから、どこかの荷倉があって、ちょうど滝床の向こうが五平さんというバグ屋であった。五平さんは顔の大きな、 鼻も大きな目の小さい人でたっぷりした白髪をなでつけ、大きなべっ甲縁のメガネを鼻の上に乗せて紫に青いを白く抜いた和倉や渋さのバレンや染め革の鉄鋼などをいじっていた。ムチとかマビしゃくとかいったものは一塊ずつになってたくさん上から吊るしてあった。ようやく一軒半くらいの間口だったが、 にぎやかな見飽きない店で職人もせわしく働いていた。前を通るとニカを煮る匂いがした。村上という医者のうちが一番変わっていた。どんな時、誰がどんな病気でもアンポンタンが薬をもらってくる時変だなと思うのは連薬と公約の二色だけだった。連薬は曲げ物に入れ、 公約は貝殻に入れて渡した。敷石を二三段上がって古板べえの板戸を開け一足入ると、真四角なかなりの広さの辞書へ隅の方に焼け蔵が一と前あるだけで観音開きの蔵前を二三段上がると網戸に紙が張ってある。くぐりを開けて入ると、灰からに言えば二階はあるが一間のうちで、入り口の横に 薬の名を書いた紙を貼り付けた引き出しのたくさんある薬ダンスが置いてあった。薄暗い中に紋付きの羽織を着た残髪の伸びた村上先生がいた。ご親さんは庭で空き地で粗末な土別いでご飯を炊いている。その近所にしょぼしょぼと竹が生えているばかり。大きい方の娘さんはたらいで洗濯をしていた。 入り口の塀の近くに、さすが、井戸だけはある。下の娘も黄色い顔で、外にもあんまり出なかった。このお医者さんは、下下はまるでダメだったと見えて、女中の足の指も腐らせてしまったが、アンポンタンの父の手の傷も、例の公約で、破傷風にしてしまった。我慢強い父がお熱に震えて、 腕まで紫色に腫れ上がってしまっても、彼は貝殻の公約を張り散らした。木魚のおじいさんがびっくりして、胃の方で自分の先生のような木下さんという旗本上がりの顎ひげの長いおじいさんを連れてきて手術をした。妙なところへ東洋風の豪傑と江戸っ子の負け惜しみを持つ父は、かなりな大手術であったであろうに、 わざわざ病室から離れまで出張して、枕も上がらなかったように思えたのに、発端の年猫を引っ掛けて極力に寄りかかり、コップのお酒を飲みながら腕を裂かれていた。木魚のおじいさんが助手で、脳板は幾個も取り替えられた。強い消毒薬の風は流れてきたが、父の苦痛は少しも漏れず、よくこらえている様子だった。 私はハラハラした。障子のガラスの隅から細く覗いたが、父の姿は見えず、向こうの欄間にかけてある誰が描いた小画か、関羽が五番を見つめている動画が目に来た。父のこの大怪我も馬鹿らしい強がりから爪で引っかかれたのだった。それも猫でも子供でもなく、父の部下のような若い大芸人たちだった。 欧州館とかいう倉前大地のお船倉近くの大きな貸し席で、大元人の大会があったとき、意見が合わないとて、父の立つ縁談へ大勢が飛び上がってきて、真中の食材で打ちかかる者や飛びついてくる者を、父は黒骨の扇、ちょうど竹から送られた熊谷直実の軍船を模したのだという銀字に七つ星とか月高がついていたものだ。 を持っていて、身を防いだのう。月見の方の手が利いているので、鉄線を持っているのかと思い、死に物狂いで噛みついたり、引っかいたのであった。騒ぎのあった翌日、その老藉者一頭が揃って詫びに来たが、その時、父は少し寒気がすると言っていたが、左の手の甲が紫色に腫れているだけだった。相手の幾人かは頭に鉢巻きしたり、 腕を弱いていたりした。そして言った。バカな真似をしてしまって、あれが刀だったら僕の頭は真っ二つに割られているところだ。とても歩けはしないが、ぜひ詫びに行けと皆に抱えて来られた。目が回るほどピンピンする。一度診察させるのだ。何しろ鉄線だから、どこか避けるか折れるかしてると思う。バカいえ。 鉄線なんてそんな穏やかでないものを持っていくもんか。弁論の自由を尊重しながら、そんな野蛮な。でもじゃないよ。見ろ、この扇だ。みんな変な顔をしていた。元気な父は村上さんに公約を張らせながら、一人の手を見ていった。いや、その爪か。汚ねえのだな。相手の人も、 鷹の爪のように伸びて、しかも真っ黒な爪垢が溜まっている自分の五つの爪を眺めた。他の者たちも呆れた。だが、当然驚かなければならない医者が平然としていた。父は、お玉が池の千葉について剣を学び、初期の自由党に参加した血の毛がまだ収まらなかったのであろう。友達たちも自然荒武者だった。 その中に親友であって法律の先生である村田伝蔵という人があった。神田猿学長に住んでいた。木八条の着物に白ちりめんの帯を締めて、女の履くあずま下駄に似た畳付きの下駄へ、白なめしの太い鼻緒の姿のを履いていた。四角い顔のサイズチ頭だった。静かにお茶を飲んだり、ごしを飲んだりして話していた。 ある時、アンポンタンが6歳か7歳だったろう。初夏に、このおじさんと父との真ん中に手を引かれて、鎧橋のたもとのあずまという洋食屋へ行った。幼心に残っているのは、高校たるランプと杉の葉と白いテーブルクロースだった。杉の葉は、日本風の家を何か装飾したものであったろう。 ブランデーをかけて火をもすオムレツも珍しかったが、あたしの目に今も鮮やかにくるのは赤い粒々のある綺麗な小さな丸いものだった。確か一粒しかついていなかったが、あたしがじっと眺めていると父が気がついて自分のお皿の中から取ってあたしの白いお皿の青いものの上に乗せてくれた。すると村田さんも同じように、 金眼鏡を近寄せて転がさないようにナイフの上に乗せてよこした。それが私のイチゴの見始めだったのだ。食べはしなかったが、その赤さは十分に私を喜ばせ、最後までそのお皿を取り返させなかった。おかしなやつだ。気に入ったら見ているばかりで他のものも食わなくなっちゃった。父は帰ったからそう言った。 その癖がついて、洋食は大きくなるまで食べないで、手をつけないで嫌いではない習慣を持った。赤大根を知ったのもそれに匂っている。遠ばかれの時、クリスチャンのおば夫婦、台湾のおじさんが、神田南古の原の向こう屋敷の中にいた自分、会員だったので、洋室の食堂を持っていて、泊まりに行くと洋食が出た。 いとこと、あたしの妹、をまっちゃんと三人で赤大根を見たとき、お皿の上で葉をつまんで駒のように回した。黒い立派な大きな門を持ったこの屋敷の構内には、藤島さんという、おじには長官にあたる造兵局の保役人のお宅があった。畜白園、佐々木信綱先生の奥様がそこのお嬢さんだった方だ。 おばのうちの前、門の際の竹の垣根に朝顔が咲いているうちからはいい音が聞こえていた。ことのこともあれば、ビオリンの時もあった。コウダさんという女でも偉い方で一生懸命に勉強しておいでなさるのだと、おばはそのおうちの前で鬼ごっこなんぞしていると叱っていった。あの有名な音楽家であるコウダのぶこ女子と、 安藤孝子女子五姉妹のお若い頃のことであった。南古の原とは大学南高のあった後だと後に知った。草ぼう,ぼうとしてあるよい小川町の後藤稲荷というのへ連れてってもらった帰りに原で人玉というのを見た。外国人の大きな曲馬団が来て天幕を張り、 夜になると太い薪を積み上げて炎を立てるのが下町育ちの子供にどんなにエキゾチックな趣向を教え込んだであろう。私は曲場を見るよりはその天幕張り全部を見るのを楽しんだ。父が来ておばの一家みんなと見物に行こうとしても私は外景を眺めていると言ってみんなを困らせた。でも原っぱの底かしこに 馬が繋いであったり、ある場所には象がいたり、賢い犬がいたり、人間にしても美しい白人少女もいればクロンボもいる。その人たちが惜しげもなく腕や肩を出して、焚き火の飾りの周りにいたり、朝腹っぱを歩いていたりする景色はとても楽しい生きた絵であった。それに、このおばのうちにいると、 牛が淵へおャクシを救いに行けたり、駿河台のニコライ街道の建築場へも行けるので飽きなかった。ご飯の時にみんなが十字を切るのも私の目を丸くさせた。こんばんは、館長の万尻亭元本です。今回は、 長谷川しぐれの随筆、旧文日本橋から西洋の遠なすという文章を取り上げました。長谷川しぐれについては以前にもご紹介しましたが、1879年、明治12年に現在の東京日本橋大天間町に生まれた劇作家で、女性文学者として婦人運動にも活躍しました。旧文日本橋は、 シグレが創刊した雑誌4人芸術に連載されたシグレの自伝的随筆です。1935年、昭和10年、単行本を出版する際、シグレの父親が若い頃に書いた街の風俗画が挿絵として掲載され、生き生きとした文章にビジュアルなイメージも補われています。 今回取り上げた西洋のトーナスとはトマトのことです。トマトはナス科の植物ではありますが、日本でトーナスといえばカボチャのことです。まして西洋のトーナスではわけがわかりません。床屋の客がカボチャにしては小さいと思ったのももっともでしょう。ちなみに新大陸生まれのトマトは、イタリアでも最初は干賞用だったそうですから、 日本でも似たようなものだったのですね。さて、この文章は街を流して回る物売りの声から始まります。それぞれ紛争を凝らし、独特な呼び声も工夫した物売りが季節に応じて多様な品物を売り歩いていました。冷え巻きというのは冷えの実の芽生えを稲などに見立てて、 水辺の景色の盆景を作って両身を楽しむという風流な季節商品でした。夜渡り風俗杖という書物にはこうした物売りが実に500種類以上も出てきます。このほか花井お梅は逆上して男を切り殺した実在の女性。こうした女性は独夫として西絵にまでなっていました。 古着の江島屋は有名な三遊亭園長の階段話で、幼いしぐれは古着屋がみんな怖い場所だと思い込んだようです。また、甲田信と安藤甲の姉妹は甲田露伴の妹で西洋音楽の草分け、二人とも東京音楽学校の先生になっています。最も振るっているのがしぐれの父親です。彼は、 日本橋の五福屋のせがれで、幕末に五家人株を買って武士となり、維新の後は大元人、現在の弁護士となった人です。剣術を学んだお玉ヶ池の千葉とは、千葉周作が開いた北新一刀流の有名な道場。センス一本で相手を叩き伏せるとは、まるで時代劇のようです。腕の手術の場面。 三国志の英雄関羽が腕の切開手術を受けながら麻酔代わりに酒を飲んで平然と語を打っていたというエピソードをわざわざ絵まで飾って実地にやってみせています。江戸っ子の見栄っ張りもここまで来るとユーモラスです。世の中が好奇心と空元気で回っているような雰囲気が文章全体から伝わってきます。 私はこの作品のそういうところが気に入っていますが、皆さんはいかがでしたでしょうかご感想などコメントでお寄せいただければ幸いです。拙い朗読で恐縮ですが、ご視聴いただいてありがとうございました。ではまた。